なのおかしい。絶対負けたことないのに。あんたズルしただろ。お仕置きしてやる。ほら言ったよね、私が絶対に勝つって。私は誰にも負けない。わかる？誰にもね。何をしてもダメ。そのままおとなしく死ぬの。マリー、戦うの、ガブリエル。まだ死ぬ時ではない。あなたは世界を救う戦士なの。これ以上はもう無理だ。使命は果たせなかった。許してくれ。私、羨ましい。あなたたちが羨ましい。もうこんな遊びやめる。私を探しているようだな、戦士よ。狙いは我が分身の力か。そうであろう。お前は美しき勇者。私のもとに置いてやってもいい。永遠に溢れるほどの喜びと富を与えてやろう。私には意味のない言葉だ。お前たちは人間を裏切った。だから世界は闇に覆われたんだ。愚かな口を聞くな。お前の正体を知っているぞ。我が分身は神を信じ、善のみをなそうとした。その傲慢な心こそが私を生み、世に災いをもたらした。人間は滅ぶ。どちらにつくのか選ぶなよ。私は生きる。腐った死の世界などごめんだ。お前の言う死は一つの味方に過ぎぬ。お前と私にさほど変わりはない。神はもはや人間を救えぬ。お前もいずれ我らが仲間となるのだ。私は三つの力を手に入れて世界を救う。それは聖なる教団の創設者をも殺めること。お前の方がよほど残酷であろう。本当の魔物はどちらだ、ガブリエル。かわいそうな人。よもや本気で死者がよみがえると。愚かな。愛する者は戻らぬわ。死者は蘇りはせぬ。ただ生ける屍としてさまよい続けるのだ。お前も死ぬがいい。Ugh!
センピテルミオン、デモニス。生きとし生けるもの全ての運命がお前の手に委ねられる。教団の創設者たちがロード・オブ・シャドウを生み出していたとはな。元は同じ存在だった。彼らは精霊となって天に昇り、自らの闇を大地に捨てた。全ては彼らが傲慢で愚かだったせい。ならば私は何のために戦っている。己の心を見つめなければ真の答えを得ることはできない。なんだこの魔術は。本当に真実を知りたいのなら覚悟を決めろ。お前とはよほど縁があるようだな。だが一方の旅はここで終わる。得意の謎かけか。もったいぶるな。謎かけではない、言葉の通りだ。お前は闇に飲み込まれている。真実から目をそらしているのだ。私が目を覚ましてやる。